はい。台和ピュアラブです。1983年1月9日、自民党衆議院議員中川一郎さんが札幌パークホテル10階の浴室でまるしているのが発見されます。表向きはまる。 ということになっていますが、CIA に殺されたというのが有力です。浴室の自分の身長よりも1メートルも低いタオルがけに丸々するのは不可能となっております。中川一郎さんは中川派の領袖で総理候補とも言われていました。 農林水産大臣、科学技術庁長,長官、原子力委員会委員長などを歴任していました。秘書の鈴木宗夫さんとの色恋沙汰なども報道されていましたが、それはそちらに誘導したいマスメディアの嘘ですね。鈴木宗夫さんもこれらは 完全に嘘、デマだと否定しております。マ、ま、スメディアを支配し、コントロールしているのは CIA になります。中川一郎さんが CIA に殺された一番有力な理由は、ロシアと通じて原油の輸入をしようとしていたということではないかと、 言われております。アメリカからすると、ロシアと通じることはありえないということになるのだと考えられます。ましてや、ロシアから原油を輸入するなど、もってのほかだということですね。中川一郎さんの後を継いだ秘書の鈴木宗夫さんも、 中川一郎さんと同じく、ロシアと通じていたということで、CIA に失脚させられています。鈴木宗男さんは、一連のロシア疑惑は、国策捜査であり、完全に無実だと、現在も主張しております。鈴木宗男さんもね、 もう全くの無罪なんだけど、もういくつものね、疑惑を、えー、かけられてね、マスメディアにまるで犯人のようにね、扱われて、大々的にね、胸をハウスとかね、まあいろいろ報道されましたよね。うんで、結局ね、あのー、無実にもかかわらずね、えー、東京拘置所の方にね、何年も収容されてしまうということになってしまいましたよね。 うん、だから、これもね、ホリエモンと同じですよね、うん。まあ、CIA からするとね、目障りのやつはもう、えー、改心するまで、えー、東京工事所に入れるぞ、ということですよね。うん、ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなど、よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。